サイレンサーは、日本のプロレスラー。総合格闘家。パンクラスに練習生として入門し、パンクラス東京道場所属として2000年12月9日、青森県武道館においての石川栄治戦で、プロデビュー。同期には、北岡悟などがいる。2001年、ネオブラッドトーナメントでは、岩崎秀明に敗北し1回戦負け。2002年1月に、 横浜道場と統合され、パンクラスイズム所属となる。U、ファイルキャンプ主催スタイル U に参戦するなど、試行錯誤するが11月30日、横浜文化体育館で、かみ雄心にある判定負けするなど、なかなか勝てない日々が続く。2003年まで3年連続でネオブラッドトーナメントに出場しているが、いずれも1回戦負け。 2003年12月30日をもってパンクラスから解雇。その後3ヶ月アメリカ武者修行の旅に出る。2006年4月のディープ24に参戦。約3年ぶりの復帰戦となった。再び格闘技を離れるが、2011年にリバーサルジム横浜グランドスラムに一般会員として入会。2011年5月22日 ZST28 で、 リングネームを中台と改めリング復帰。2017年7月23日、シアタープロレス、新潟課長風月で、ヤゴ義昭率いるチームオーバーキルの一員として、リングネームのみが明らかにされ、当日に中隊がサイレンサーであることが明らかになった。ヤゴ中川達彦をパートナーに、梅沢菊次郎山本雄次郎、新元がで、 プロレスデビュー。プロレスデビューのために筋力増量を含む肉体改造を行っている。12月30日、中大戦とリングネームを再度改め、ハードヒット新場大会で中村大輔と対戦。2020年12月27日、ハードヒット新場大会で中大戦デビュー20周年記念試合として、本田ダ竜明と対戦。 時間切れ引き分けとなった。ありがとうございます。